2024年一発目は APL ソウル、ここが会場にして宇田ちーチャンネル。はい、というわけで APL 2日目でございます。朝にね動画を回した通りたくさん寝たので、この夜のですねターボイベントレイトナイトマットネス、こちらに最初から出場していきたいと思います。こちらが15分グラインドになっているので結構なターボなんですけど、割とハイパーターボとかで日本でねインマネしてるんですよ実はね。なんで意外とターボ系もいけるんじゃないかということで、今日はですねレイトナイトマッドネスに焦点を当ててフォーカーしていきたいと思います。今日こそ走るぞ、うだちーチャンネル。はい、始まりました。今回もうだちーが、解説していきたいと思います。私がねボタンで9点数と思っているんですけど、これ超序盤に入ったので100、100、100なんですよ。はい、100、100、100で、アンダーザガンが300のオープンに対してロージャックコールに、カットオフがレイズ1200打ってます。でボタンも私はコール、ポジションもあって使いやすい反応なのでコールにとどめて、3ウェイとなっております。はい、でですねフロップがねかなりトップヒットフラッド超強いですね。はい、で、ターンでジャックのハートが落ちました。で一応チェックにはしたんですよね。これ全然なんか打つ人は打つと思うんですけど、まあ、一応チェックコール体制ということで、はい、で、リバークイーンが落ちて、2オーバーカードが出ちゃったので、まあ、こちらをチェックでいいかなということでリバーもチェックバックして、こちらがポット獲得という形ですね。私9点スーツ結構好きなんですよね。3ベットに時々回したりします。はい、今回はもちろん3ベットにコールという形ですね。はい、続いてエース10スーツです。こちら200、300、300の、ブラインド、ロージャックコール、リンプですね。リンプに対してリンプ許さない私、ボタンが、オープン1000しました。はい、で BB と、ロージャックもコールで3ウェイとなっておりますね。はい、A 点スート、はい、セカンドヒットとなっております。一応3ウェイなので、クイーンのレンジ全然ロージャックにありますし、まあ、BB にもありますので、はい、一応こちらロージャックがね1000打ったんですけど、全然ねあの安めのベッドで、キッカーも S で強いので、チェックコールしました。はい、ブロックベッドだったのかなと思います。でコールして、ウダチウィンという形です。はい、続いてがキングジャックスーテッドになります。こちらちょっと注目していただきたいプレイになるんですけど、まず前提マルチウェイになっていて4プレイヤーズなんですね。で私が BB でキングジャックスーテッド入って、フロップがガットが入りましたと、このフォローウェイっていう時点でザガンからもハイジャックからも、コールされているという状態で、まあ、全然エースとかクイーンが落ちちゃってるんで、まあ、ほぼエースはいるでしょうと思った方がいいんですよ。でそれに対して、まあ、フロップガットついてベッドにコールが入った状態で、オッズとか結構まあ大体ガットだったらコールでしょとか思っちゃってコールしたんですけど、まあ、これ降りてもよかったなって思って、まあ、正直多分エースがいる状態でターゲットが多いんで、その私がガットでじゃあターンかリバーで引きましたと、そしたらガットでターゲットがいる状態なんで結構チップをねかっさられるんですけど、まあ、実際ガットってなかなか引けないんで、まあ、オッズがこう若干実は足りなかったんですよ見返したら。なんでこれ降りてよかったなっていうプレーになります。案の定ですねターンでベッドにリレーズが返ってきてこんな感じで降りてしまいました。はい、続いてのハンドがエースジャックオフです。200、400、400のブラインド、ザガンがリンプに対して、私許しませんということで1600にレイズしております。ワンリンプ入ってるのでちょっとね4倍ぐらいのレイズして、ザガンがコールというね、はい、ヘッズになっておりまして、はい、フロップは、滑っております。キングないしエースハイになっておりまして、ターンでジャック拾ったんで、ここはですねチェックコールができると、まあ、相手がねキングのねレンジも一応ありますので、そしたらねリバーでね相手チェックだったんで、まあ、キングだったら別にねブロックベッドっていうか安く打つのも全然あると思うんですね。はい、
なんですけど、私は運よくですね、ジャックが、トリップスになってしまったと。バリューターゲットがキングの弱キッカーはあんまないんですけど、一応キングの弱キッカーはある。そしてですね、まあ、濃厚なのが、まあ、ポケットとかですね、テンズとか、まあ、8ポケ7ポケとか結構動きづらくなってしまったところ。私がフロップで 20% ベットなんで、結構なんかエース杯でも 20% ベットとかしそうじゃないですか、こっち側で。結構ジャック当たってるの見えづらいと思うので、結構バリュー取れるなと思ってミドルポケットとかに向けて、打っております。エース杯も結構キャッチしてくれたなみたいな感じですね。はい、キッカー強かったら、はい、エコードもらって、よかったねと、はい、よかったねという感じです。はい、おめでとう。はい、続いて300、600、600。はい、アーリーポジションの1500オープンに対して、ボタンと、BB が私ですね。 BB がキングイオフ私なんですけど、はい、ボタンと私がコールというスリーウェイになっております。やっぱですね、あれですね、あの結構お休めのトナメというか、あのマルチウェイになりやすいですね。はいはい、フロップ583の、レインボーボード、私はただの2オーバーなんですけど、はい、私 BB なので結構まあ当たってる可能性もあるよねっていう。8とかトップヒットとかしてそうじゃないですか。でですね、これブラフに変えようかなって思って、はい、なんとですね、ボタンの、ベッドアーリーポジションと BB 私チェックしたんですよ。でボタンが、レイズしたんですね、ベッドしたんで、ここにですね、エースハイにも負けてるので、ここでブラフレイズを返して、ポット取って、よかったねという形です。はい、続いて、8-9スーツ、ハートスーツなので、ハートスーツ強いです。はい、私調べ、500-1000のブラインド、こちらザガン2000オープンに対して、コールコールという形のまた3ウェイですね。はい、現状私が、7ガットの2オーバーという形で、ハートハートがあるので一応フラッシュドローもありますと。でですね、リバーで運よく、トップヒットしました。これ打てんじゃないのって形ですね。あのチェックチェックで回ってるんで、はい、まあどれぐらい打とうかなっていう感じなんですけど、まあ誰も当たってなさそう正直。はい、BB が、なんか5ヒットとか、そこら辺をチェックに回してる可能性すごい高いんですけど、はい、でここでまあ安めの4000打ちまして、コールもらいましたと。はい、ザガンはホールドで、何が出てくるかなという感じなんですが、はい、ではマックしました。まあ、5ヒットとかかなと思いますけど、ウダチビンです。はい、続いてクイーンズ、これで結構面白いんですけど、ブラインドヘッズになってますという状況でですね、500-1000のブラインドで 2002BB オープンしてきたんですね。で私クイーンズなので、まあ、ナチュラルに3ベッドをかましておりますと。はい、6000、3倍のレイズですね、2000に対して6000。相手調校しててオールインしてきましたと、19500ので、あの私クイーンズ持ってるんで、まあ、ほぼスナコとか結構多いと思うんですけど、カウントしてもらって相手が何 BB の時に、まあ、ハンドショーされるじゃないですか。で何 BB の時にこれを入れてくる相手なんだなっていうのを、把握するためにも一応カウント容器をするっていうことを私はしてますと。はい、でクイーンズ対、キング10オフでした。はい、でまあまあまあブラインドヘッズなので結構広く入れてくるので、はい、キングテンオフが出てきましたと。で、ウダチはクイーンズで勝利、よかったねという形です。はい、続いてのハンドが1200-2000のブラインド、私はですね、これリンプに回しまして、で SB コールの BB チェックで3ウェイになりました。ジャックナインスートです。まあ、これはですね、リンプに回したんですけど、まあ、レイズってか別途されても私はコールするつもりの、リンプですね。はい、でフロップ10-9-10の2スペードのボード、私はですね9ヒット、ラッキーしちゃってますね。はい9ヒットラッキーしてるので、ベットしておりました。で、BB のプレイヤーコール、これはね気をつけないといけません。まあもちろん9のね弱キッカーもあるんで、まあ、でも10もあるじゃないですか。ここでコールするってことは、まあ、スペードもしくは、まあドローのところですね、スペードもあるし、8-7とか7-8とかオープンエンドのところ、オープンエンドのところは、このターンのジャックで完成しているという形になりますね。私は一応2ペアなんですが、
まあ、一応フロップコールされたところ結構負けてるところも多いんで慎重にやっていきましょうという形。ポットが1万5000に対して9000打っております。まあ、ハーフポットちょいなんですけど、こちらはですねブロックベットの意味合いが含まれております。ここでですねターンでリードベットすることで、リバーでの BB のドンクを、防ぐというか、まあ、されにくいような状態を作るということですね。はい。まあ、ジャックナインもちろんねコールされてもまあリバーで奇跡のジャックかナイン落ちる可能性、フルハウスでね、負けてるとこどこみたいな状況になることもあるんで、まあ、一応ここでリードベットしておりますが BB がフォールドという形になりました。ストレートできてなかったんだねっていう感じですね。はい、ブラックウィン。はい、はい、続いてのハンド、は JK 来ました。はい、ミドルポジションで JK 来まして、オープンしておりますと、で 3way になっててフロップトップヒットをしております。結構レインボーなので、かなり強いので、はい、ベットしていきましょうというところ。ポット2万2000に対して、どれぐらい打とうかなと考えております。はい、7000打ちました。まあ3分の1ぐらいのベットですね。まあ、まくられ目がまあほぼないのと、まあ、一般的な3分の1ベットを CB 打っていきますというところで、まあ、カットオフのレンジ、あ、コールされましたね。カットのオフのレンジで全然あのミドルポケットありますね。はい、3ベット返さないところのミドルポケットとか、はい、もあります。あとエース X のスーテッドの部分とかで、エース4スートとか、そういうところもまあコールできるかなといった感じで、ターンでエースのダイヤ、落ちまして、私一応チェックバックしております。はい、で一応まあリバーで打たれた時に、コールするよっていう形の、ターンのチェックバックで、リバーで9のハート落ちました。まあ、現状勝ってるでしょうというところですね。はい、なので、こちらバリューになります、打っていきますというところで、8000、かなり薄くなっております。もしこれであのレイズが帰ってきたら結構負けてるところも多くなるよっていうところですね。まあ、薄いところ、薄い新バリューを取りに行きましょうといった形。はい、まあでも現状勝ってるでしょうと思ってます。はい、で、ウダチミーンということでコールドコールですね。はい、おめでとう。はい、こんな感じで、レイトナイトマッドネスの、解説、第1弾、次はですね後半に移ります。というわけでですね、割とターボなイベントなので結構マルチウェイになることも多いんですけど、やっぱマルチウェイはあのドビン曲げとかも全然出てくるし、ターンでフロップまでは勝ってたのに3ウェイとか4ウェイになってることでターンとかリバーでまくられることも全然あると思うので、ホットコントロールを意識しながらプレイをしました。次回もですねたくさんのプレイを収録しておりますので、皆さんお楽しみに、お楽しみに、にやり、バイバーイ。